星越線工場と星越駅星越,越は愛媛県新浜市の地名。別子道山では時代が減るにつれ採掘された鉱石に含まれる同比率が低下し、低品位の鉱石からでも精錬ができるように金子紫山の斜面に浮遊線工場を建設し、大正14年4月竣工した。さらに翌年九月には合理化のためトーナルの粉、粒線工場も移設し、浮遊、 非重量砲兵用の先行操業により、処理能力は1日900トンになった。先行場建設と同時に、別紙鉱山鉄道下部線の拠点として、星越駅も設置された。昭和4年11月からは先行場の前の水田と湿地帯に山田社宅が作られ、星越駅は通勤客のため一般客も利用できる玄関口としての駅になった。 平成3年別市銅山開港300年記念として、泉久指定の跡地に別市銅山記念図書館が建設されることになり、その玄関と客室の一部がマイントピア別市に移築され公開された。泉久指定は昭和12年住友企業の景品館として建てられ、4000坪の敷地の中に建て坪1300坪一部2階建ての小棟27室の 建物が廊下で接続され、各部屋は一つ一つ違った造りになっていた。なお、泉久氏とは、江戸時代の住友の屋号、戦木をことほぐという意味である。北緯33度57分1.87秒、統計133度15分59.79秒、北緯33.9505194度統計133.2666083度、 33.950519433.2666083ありがとうございます。